こんにちは、柴田です。今回はテレキャスターなんですけれども、ストラドの要素が盛り込まれているナッシュビルテレキャスターです。どこがストラド要素かというと、こちらですね、このセンターのピックアップ白でね、目立つようになってるんですけれども、じゃじゃん、なんとストラドのピックアップがセンターに乗っかっております。現在プレイヤーシリーズでもこのね、ナッシュビルリリースされているんですけれども、これはですね、もう現在製造されていないメキシコ時代のナッシュビル、2007年製です。センターにね、ピックアップがあるということはですよ、これピックアップセレクターはですね、ストラトと同じ5ウェイなんです。テレキャスなんだけれどもハーフトーンが出せると。ストラトのようにね、スプリングがないんでね、このセンターの音もちょっとね、雰囲気違うんですよ。よりソリッド感があるというふうな感じですかね。ネックはね、まあ、通常のよりも若干ちょっとね、太めな感じがします。しっかりしたネックで、 R はね、かなり緩くて結構平ら、結構ね、あ、こんなに平らなんだっていうぐらい R が緩いですね。で、ピックアップはね、ノイズレスのものが乗っているようで、なかなかね、いい感じですよ。そしてここがね、6連になっておりますので、トータル的にはね、モダンな仕様になってるんじゃないかなというふうな感じです。テレキャスのなんかね、ジャキット感がありながらも、ストラトとはちょっと違うハーフトーンだったりセンター、この辺はね、結構癖になるんで、割とね、ハマる人はね、めっちゃハマるんじゃないかなというふうな感じです。じゃあ生音いってみます。うん、ジャキッとした感じが出そうな、うん、めちゃめちゃ張りがあるわけじゃないんですけれども、なんかテンション感もいい感じですね。割と若さは感じるかなというふうなところですね。アルダーのボディにメイプルのネックで、メイプルの指板、材の仕様は結構オーソドックスな感じで、音鳴らしていくんですけれども、結構ね、ピックアップがね、いい感じなんですよ。なのでボリュームでね、結構遊べるというか、これ、ね、今絞ってるんですよ。これぐらい変わるんで、フロート、でこれハーフ、ハーフじゃない、センターですね、センター、いや、うん、テレキャスでありながらもストラト感があると。これハーフ、これね、リアとセンターのハーフです。で、これがフロントとセンターのハーフ、結構ボリュームの効きもいいので、というふうな感じで、この5ウェイのスイッチとボリューム、これだけでもね、かなりね、遊べますね。ハーフトーンもね、いいっすよ。
レキャスを超えたテレキャスみたいな感じですかね。ストラトとはまた違う感じのね、面白さ、ジャキッと感という風なものがあって、これはこれでね、唯一無二な感じがします。なんか一個ね、これハム乗せてもね、面白いかなという風な感じは個人的にはするんですけれども、一本で幅広く楽しめるギターなんじゃないでしょうか、ナッシュビル。よかったらぜひ試奏してみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。